良いか皆、敵はあの家康、兵力で勝っても出過ぎるな。奴は野戦に長ける。ふん、頭でっかちが分かったようにペラペラと。つうかてめえは、出過ぎたバカは必ず転ぶ。自重せよ。しかも向こうは信勝を擁し大義も得ている。頑張らないとな。きっとバカの頭じゃ太刀打ちできない。頑張ってね、三成。まあ俺の頭に限っては問題ない。出来が違う。まあ頭に限らずいろいろな。ななるほど。さしずめ、バカと大バカとどうしようもないバカってとこですかな。なっご心配なく、三人揃えばバカ力が出せますよ。うえきた、行くぜ。まっすぐ俺たちの道を、俺たちの未来を目指して。さあ、秀吉は賤ヶ岳の戦いで勝利し、信長の後継者の座を確実なものとした。これに対し信長の次男信勝は三河の徳川家康と組み対立を深めた。秀吉家康両雄は各々の大軍を率い、小牧長久手の地に参集、ついに決戦に及ぶ。秀吉の軍中にはその天下を夢見る若き将、石田三成、加藤清正、福島正則、そして浪人千島左近の姿があった。家康が我らの壁だと。ふん、打ち壊すだけだ。第2話、小牧長久手の戦い。計算通り進め、なれば勝つ。引いては天下を決する。十分の役者左近の成功、お前に任せろ。お任せ、期待には必ず応えていきます。天下に一番近いのは秀吉様だ。ここで家康を討てば、それは不動のものとなる。取るのは秀吉様だ、バカ。三人とも、お互いの息を生かし協力しないよ。俺の力だけで十分だ。バカには下がる。そうしたところが秀吉様の命令なんだな。そうだそうだ、バカはお前だ、バカ。やめます。戦略の要地小牧山を先取りし、がっちり固めてる。さすがは徳川家康ってどうですかね。先に取られたのなら取り返せ。それで戦も天下も、全ての勝利秀吉様のもの。
この戦も天下もってところはそうでしょうよ。でも全ての勝利ってのは家康相手には難しい。敵さんが動くと思うんだよ。ドルイド縄文に阻まれて前進でき、エースじゃないか。ならば門を敵に開けさせてみよう。長くて砦が奪われたと。本家岡崎城が危うい。岡崎城を脅かされぬよう、わし自ら動くようになる。戦術的に兵力分散の下策と知りつつもな。救援に向かわねば。門を開けよ。出るぞ。やめませぬ。さすが道成、わしの後を立つのはお前じゃ。あとは制圧するだけだ。行くぞ。よらそうに失敗すんなよ、頭でっかち。ダメなら小牧山城が手薄。一気に攻め込むさ。小牧山城さえ取ってまえばこの戦勝ちじゃ。勝利条件変更。破れませぬ。うずなる殿、己の力に自信がおありのようですね。別に一人の力で何ができるかってことです。全力を押し上げる。わしらも前に押し出すんじゃ。影から逃げられる。敵の攻撃を受けた今こそ無双逆襲の好機。先生、敵対者を討ち取るのだ。開門、守りを固めろ。開門。小牧山城への道は開けた。あと一息じゃぞ。皆が託した未来、殿の天下、壊せはしません。うっとうしい物言いだな。手っ取り早く片付けた。私の負け、いずれ再戦願います。お見事。俺の治癒この程度で収まらんぞ。秀吉様の天下、耐えるため、秀吉様の天下を保つために、今のがなすべきこと。消えてもらおう。敵ではない。やめません。
ち取った。さすがです。見込んだ以上の手並みだ。危ない。もう終わりか。弱い敵将だ。やつにもう負けられん。もう終わりか。弱い敵将だ。見事じゃ。見とれてしまったぞ。足を引っ張る。俺はそんなこと分かってる。さて、どうなるか言ってねえからな。お見事。俺のチームこの程度で収まらんぞ。敵将だった。敵将。ありえねえ。わし自ら猿の首取ってくれようぞ。引かざるを得ぬか。破れませぬ。俺こそ天下を支える力となる。天下は一人の力をもってなるものにある。俺たちの未来、もうすぐだな。だが、これで終わりではない。守らねばならない。ああ、守ってやる。俺たちでな。しゃあ！バカ者が、俺が負けると思ったか。